ひどいですわ。間違いなく二日酔いだ、それは。ルリお嬢様、お薬を用意してあります。昨夜の記憶がない。ちょっとしたお茶目を理解できない橋梁の輩。そんな可愛げもないお茶目なんぞいらん。大十字様、お耳に入れておきたい話があるのですが。ん？今朝から港町の住人が皆姿を消しました。今は人っ子一人いません。なんだって？うむ、連中が動いたか。何をしでかすつもりかは知らぬが、急いだ方が良さそうだ。ある、分かっているんならとっとと教えろ。回りくどいぞ。そう言うな。わらわも連中が動くのを待っていたのだ。立て黒、我らも連中の後を追うぞ。連中ってなんだよそれは。町の住人どもに決まっておるではないか。黒、一連の怪事件の犯人はおそらく町の連中だ。はあ、なんだって。この土地に漂う腐臭を嗅いだときに、すでに分かっておったよ。この海はな、邪神の眷属どもの領土だ。この地に伝わる土着宗教というのが、とどのつまり邪神崇拝だな。今頃になって動き出した理由は分からないが、ともかく、何時ら波動財閥を心よく思っていないことには間違いありない。何か仕掛けてくるぞ。あなた、そんなことを今まで黙って。まあ、そういう輩をどうにかするために我らがいるのだ。そうだな、従者、この辺りで連中が祀っていた神殿やら祠やら、そういった類のものに心当たりはないか。一つあります。海岸から離れた場所に島があるのですが、そこに地元住人が祀った神殿があったはずです。うん、それだな。では船の用意を頼むぞ。やはりか、あの島から強い腐臭を感じる。それに暗い闇の気配もだ。厄介な、かなり大掛かりな儀式を行っているようだ。確かにご機嫌な空気じゃねえよな、こいつは。急いだ方がいい。で、ちょっと、なんで姫さんまで乗ってんだよ。私は波動財閥の総帥です。事件を最後まで見届ける責任があるでしょ。二日酔いに船はきついだろうに。悪、単に足手まといになるだけだというのに、この小娘は。お黙りなさい。
吐くな吐くな、ここで吐くな。足りないよ。私もいるんだから無視しないでほしいな。クロちゃん、私に内緒で遊びに行くと思ったからこっそりついてきちゃって。てへてへじゃねえ。そんなに怒らなくても。なんなんですかこの人は。やれやれ。羊さん、非常事態だ、引き返して。うわあ、なに、何事か。どうしたのです、ウィンフィールド。わかりません。何かが船底に。港町の。
獣。そうだ、こやつらディープワンズの血を引いておる。本当に気づかなかったのか。だから勉強不足だと言ったのだ。そういう大事なことはちゃんと言えよ。深き者どもつったら確か見ての通り半人半魚の化け物だ。異種交配を好み、人間との間に子を残す。やがてその子は異形の血を発現させ、弱いを重ねて最後にはディープワンズと等しい存在になっていく。つまりはこやつらのように。なるほど。じゃあ今回の事件は間違いない、こやつらの仕業だ。陸の人間、邪魔、お前ら邪魔。男いらない、殺す。皆は生贄に捧げよ。クロワちゃん。ちぇ、姫さん、ライカさん、離れるんじゃねえぞ。うん、わかりました。ハグライムグラだ。ガル、刺身にしても食えそうにないな。ち、気合い入れていくしかないか。傾きがひどくなってねえか。ダメです、船底に穴を開けられました。沈みます。おい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 、ちょっと、そんな、しかも何かきな臭いぞ。わあ、マジでやべえ。急げ、クロ。お嬢様、
クロウ。クロウ、クロウ、目を覚ませクロウ。気づいたか。ここはあの島だ。うまいこと流れ着くことができた。はぐれたようだ。一応命の心配だけはないと思うが。なんで断言できるんだよ。見ろ。キャツラの気配を探ってみた。このように反応はある。じゃああくまで反応だけ。生きてはいるというだけの保証だぞ。依然危険な状況には変わりあるまい。急ぐぞアル。そうだな、一気にかけるぞ。売り出してきやがった。嵐になるぞ。わかるのか。海が嵐を呼んでいるのだ。あれが執事さんの言っていた神殿か。この中に。もしディープワンズに囚われていたらことだぞ。ちしゃあねえ、虎穴に入らずんばだ。注意して進めよ。
かし、こいつはどう考えてもまともな神様を祀ってねえな。見られるな、狂気に囚われるぞ。ああ、分かってる。止まらねえな、こりゃ。おい、クロウ。作り出された闇の結束もどきか。作り出された、魔術的にいじくった気配がある錬金術の技か。ディープワンズにそんな技術があるとは思えんが、そうか、もしや錬金術、まさかブラックロッチ。そのくらいしか思い当たらんな。結局ドクターウエストに騙されていたのか。いや、これは奴の技術とは別系統のものだ。直接に関わっているとは思えん。おしゃべりはここまでか。来るぞ。